結局ヤマトと私二人だけだね。ちょ、付き合う。冗談だよ。後から何人か来るっぽいしね、モロとか。買い物していくから備品補強。買い物終わった。肉まんも買ってきた。食べる？辛い方が美味しいのに。脳天に突き抜けるよ。つまらない。裏手に一つだけ中に入れるドアがあると。一回問題なし。何かあったら私の後ろに隠れてね。うん。あれは私かばうように前に立ってどうする。後ろでしょ。だからヤマトって好き。ヤマト、ビルのオーナーとか念入りに調べてたよね。相手も学生が管理してるとは思わないだろうね。5階まで異常なし。目的フロアに到着。掃除はクッキーがしたから。うん、北方さんの歴史物おすすめだね。外界から遮断されているのがいい感じだね。ねえヤマト、そろそろ進路調査始まるね。私は主婦かな。寝たふりは禁止。寝たふりならいいよ。でもさ、なんか進路とか社会とかどんどん世界って広がるよね。なんだか疲れる毎日。私はこことみんながいればそれでいいのに。どんどん複雑になっていくよ。大人になるのって面倒くさいね。頼もしい。
そんなヤマトに守ってもらおう。さらに壮大な話をしていい？もし生まれ変わったら何になりたいとか考えたことある？私は例えば水槽の中の魚とかいいな。そこにいるのは夫婦の2匹だけ。きっと楽しいよ。仲良く餌もらって狭いスペースを2人でゆったり泳ぐ。今のは泣くところなのに。あー、負けた負けた。最近のゲーセンはレベル高い人しかいないような。あ、やっぱり来た。新しい漫画いくつか出てたから。クッキー入れて麻雀でもやる？僕は悪いけど、うちに帰るよ。また金曜に来る。ムーディーな曲を口ずさむんじゃなくて CD で。